脳の研究は脳とは何かという謎の解明に挑んだ歴史だといえます。15世紀、レオナルド・ダ・ヴィンチは人体の解剖図をより正確なものに修正していく仕事に関わっていました。ダ・ヴィンチの脳の解剖図には脳の中に3つのボール状のものが前後につながって描かれています。私の死後、近代解剖学の祖と呼ばれたベサリウスはファブリカの中でより正確な脳の解剖図を作成した。その後、脳の研究は進み、大脳皮質の機能地図などが作られていきました。1873年、イタリアの神経学者ゴルジは、神経細胞同士が突起で直接つながっているという網状説を提唱しました。それに対しスペインの解剖学者カハールは、突起同士に直接の連絡はないと主張。カハールの考えはニューロン説と呼ばれました。後にカハールのニューロン説が正しかったことが電子顕微鏡の誕生によって証明されました。最新の研究者たちは先人たちを乗り越え、どこまで脳の謎を解明しているのだろうか。私はどうしても知りたい。脳を構成する主役である神経細胞。神経細胞の数は人間の大脳で数百億個、脳全体では千数百億個にも及ぶと言われています。神経細胞は細胞体と軸索と樹状突起で一つの単位として考えられ、ニューロンとも呼ばれています。一つの神経細胞からは長い軸索と複雑に分岐した短い樹状突起が伸び、これらの突起は別の神経細胞とつながり合い、複雑なネットワーク、神経回路を形成しています。各神経細胞は他の神経細胞から電気信号を受け取り、それを次の神経細胞に伝えることで情報を処理します。神経細胞間のつなぎ目の特殊な構造をシナプスと言います。電気信号が神経細胞の末端シナプス部位まで到達すると、化学物質が合成され、シナプスの隙間へ放出され、シナプス後細胞にある受容体が受け取ります。神経細胞間では電気信号と化学的信号を交互に用いて情報を伝達しているのです。理化学研究所脳科学総合研究センター、通称理研 BSI では、謎に満ちた脳の仕組みをさまざまな角度から解明しようと、世界中から集まった研究者たちが脳科学の先端的研究によって神経細胞とシナプスの謎に迫ろうとしています。神経細胞のつながりを線、そして神経細胞間のつなぎ目であるシナプスを点と考えると、脳を研究するということはまさにその点と線の謎を解明することなのかもしれない。理研 BSI 神経成長機構研究チームの上口博之博士は、神経細胞から伸びる突起がどのような仕組みで正しい標的にたどり着くことができるのかについて研究しています。神経細胞から伸びる軸索突起が別の神経細胞へ到達することで複雑な神経回路が作られますが、軸索の先端は成長円錐と呼ばれる手のひら状の構造となっており、センサーとして働きます。2000年、上口博士たちの研究チームは、成長円錐がアメーバのように運動しながら進む基本メカニズムを解明しました。成長円錐の内部には自動車と同じエンジンやタイヤのようなものがあり、前進すると考えられます。数珠状につながったタンパク質がエンジン、タイヤは接着分子です。ベルトコンベヤーのように後ろへ移動しているタンパク質と接着分子がつながると、接着分子は後方へ引っ張られ、成長円錐は前進します。そして接着分子は成長円錐の内部に取り込まれ、先端部へ運ばれて再び利用されます。神経突起が伸びていく道のりには様々な
分子があって、それらが成長円錐を引き寄せたり跳ね抜けたりしています。で、成長円錐はそのような分子の情報を読み取りながら正しい方向に運動していきます。成長円錐の右側から成長円錐を引き寄せる分子が放出されているとき、成長円錐の右側内部ではカルシウムイオンの濃度が高くなり右側に曲がっていきます。逆に右側から成長円錐を跳ねのける分子が放出されているときも、成長円錐の右側内部ではカルシウムイオンの濃度が高くなりますが左側に曲がります。成長円錐が引き寄せられるときと跳ねのけられるときではカルシウムイオンの供給源が異なります。カルシウムイオンが細胞の中の小胞体という袋から放出されたときは成長円錐は引き寄せられて、逆に細胞の外からカルシウムイオンが入り込んだときには成長円錐は跳ねのけられます。しかしそのときはまだ成長円錐内部の詳しいメカニズムは明らかになっていませんでした。そこで上口博士たちは成長円錐の表面の膜がどのように細胞内へ取り込まれ移動するのかを全反射蛍光顕微鏡を使って詳しく観察することにしました。すると跳ねのける分子を感知した側の成長円錐の表面を覆う細胞膜が次々と細胞内に取り込まれることで成長円錐を跳ねのける分子を避ける方向へ移動していくことが分かりました。逆に細胞膜が細胞内に取り込まれる働きを抑えると成長円錐は跳ねのける分子に引き寄せられる方向に動くことも分かりました。で、成長円錐が引き寄せられる場合にはそちらの方向に膜がたくさん運ばれて、そして細胞の表面に供給されます。逆に成長円錐が跳ねのけられるときは細胞の表面の膜が取り込まれて、そして細胞の中に入っていく、このように逆の膜の逆の動きによって成長円錐の曲がる方向が決定される、そのような基本原理が明らかになりました。私たちは神経突起成長円錐がどのようにしたら損傷部位を乗り越えられるのか、そしてその後どのような方法を使ったら成長円錐を正しい標的へと誘導できるのか、そういった技術を開発して再生医療に貢献することを目標にしています。その神経細胞がつながった複雑な神経回路の仕組みを明らかにするにはどうすればよいのだろうか。理研 BSI 局所神経回路研究チームの細谷俊彦博士は大脳皮質の回路構造という謎の解明に取り組んでいます。大脳の表面を覆っている厚さわずか2ミリメートルの大脳皮質は神経細胞が6つの層に積み重なった構造をしています。大脳皮質にはたくさんの種類の神経細胞が複雑に結合しています。無秩序につながっているわけではなく似た機能を持つ細胞が垂直に並んでいる構造がありカラム構造と呼ばれています。細谷博士たちはまずよく発達し大脳皮質の他の部分へ信号を送り出している第5層のカラム構造に注目しました。神経細胞で発現している遺伝子の mRNA を可視化し遺伝子工学を用いて神経細胞がどのように配置されているのかを調べています。まあ、見ただけではよくわからないってことがあるんですね、実際に信号があっても。でそういう場合には実は上手な統計を使うと規則性が埋まっているというようなことを見出すというそういう手法を使っています。でこちらはマウスの脳です。これは皮膚感覚を司る領域で今この色がついているのはその中で脳の外に出力を出す特定のタイプの細胞です。で例えばそういう細胞をこういうふうに染めた後その位置をどのように分布しているかっていうのを統計で解析し、例えば完全にランダムであればこれはフラットになるはずなんですけども、ここに大きくこう振動しています。ということはあるところには細胞があるしあるところには細胞があんまりないというような構造があることを意味しています。今まで思っていた以上に細胞の種類が多様だということがまず分かってきて、でさらにそれらがランダムになっているのではなくて非常に正確な回路構造を作っているらしいということが見えてきています。人間の心というものがどういう構造をしているのかっていうのは、長期的には興味があってそこに理解をするため の助けになれば非常に素晴らしい。次に紹介する研究者たちは
従来の考え方にとらわれず、神経細胞やシナプスの新しい機能を発見しようとしているのだ。ある神経細胞から別の神経細胞へ信号の伝達はシナプスという場所を通って伝わります。信号の受け手側であるシナプス後部では信号を感知・解読し反応するために多くのタンパク質が働いています。それらのタンパク質のうちホーマーとシャンクという2つのタンパク質が一緒に働くとシナプス自体が大きくなることが知られていました。シャンク遺伝子は自閉症の原因の一つとされています。シナプス機能研究チームの林康則博士たちの研究グループはホーマーとシャンクという2つのタンパク質がどのような役割を果たしているのかを明らかにする研究を行っています。林博士たちの研究によってまずホーマーが長いダンベルのような構造を持つタンパク質であることが分かってきました。林博士たちはホーマーが両端でシャンク同士を結びつけることで網目構造が作られているのではないかと考えました。そこで試験管内でホーマーとシャンクを混ぜ合わせ電子顕微鏡で観察した結果、2つのタンパク質が網目構造をとっていることが明らかになったのです。このホーマー、シャンク、それからその他のシナプスのタンパク質の理解を深めることによって自閉症などの理解が深まるんじゃないかと考えています。回路機能メカニズムコアユニットリーダーのアレクセイ・セミヤノフ博士はシナプス伝達を超える神経伝達の新しいメカニズムについて研究を行っています。シナプスはグリア細胞で包み込まれているため神経伝達物質が放出される範囲はシナプス間隙に制限されています。しかしシナプスの神経伝達物質の一つであるグルタミン酸がシナプスの隙間からあふれ出てしまった場合、シナプスの外にある受容体に到達することがあります。シナプス外受容体は普通はマグネシウムの線が詰まっていますが、神経細胞の膜の電気的な性質が変化して活性化するとこの線は外れてしまいます。つまりこの受容体は神経細胞が活性化して初めて神経伝達物質グルタミン酸で開くようになります。 Our finding suggests that not only synaptic communication may happen in the brain, but also cells can communicate outside of the synaptic cleft. And this could be of quite high interest because if we identify the targets for this extrasynaptic signaling, if we identify the mechanism how the signaling happens and what it does to the function of the neural network, we can suggest probably another way of treating the certain diseases. We can suggest certain targets for new medicines which could be more efficient, more important.神経回路という線、そして情報信号を伝達するシナプスという点が作り上げる脳の真の姿が、研究者たちのたゆまぬ努力、研鑽によって次第に明らかにされようとしている。科学的価値の高い成果を生み出し、医療・福祉の向上や教育などの分野で貢献する脳科学への期待と社会に対する責任がますます高まっています。